皆さんおはようございます。朝早いですね。早いです。釣り人の朝は早いということで、はい、今日は京都でエギングにやってまいりましたよ。いいですね。はい、まあ、秋開幕しておりますんでね、はい、まあ、300から500。500欲しいですね。秋開幕を楽しんでいこうかなと思っております。はい、僕は普段通称パタパタダートマスターというエギを使ってるんですけど、こうなってる足がね、そう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 、今日ちょっと違ったエギを使っていこうかなと思います。はい、こちらヨウズリのですね、サーチでラトルタイプですね、ダブルグローってやつ3号ですね。お、いい音してますね。はい、これを使って僕はちょっと秋以下狙っていこうかなと。はい、まあユウスケはいつも通り、いろんなエギを使って、はい、勝手にサポーティングをやっていくと勝手にします。後ほどね、マー君の方も参加するということで走ってきてますんでランナーになってます。ランナーになってますからってことでね、はい、早速ポイントの方に移動したいと思います。はい、はいはい、いいですか皆さん、いきますよ。戻っていく、帰ろうね、それではね、こちらのエギ、ヨウズリのね、サーチね、はい、金テープにオレンジ、秋の鉄板カラーっしょ。ドラグはね、緩めに設定しております。今日ね、タックルも違うんですよ、いつもと。最近はね、86の ML ばっかりね、使ってたんですが、まあ、秋シーズンということで MLS の方をね、今日は使用しております。釣れちゃいましたね。早いな、ダブルグロ早い。結構手前だったけどね。はいはいはい、来ましたね。はい、来ました。これですね、エギはサーチ、早かったですね。リリーしたいと思います。はい、急ぎはですね、ちょうどここの際を通してきます。シャローっすね。水深2メーターぐらい。今 3.55 なんでね、ちょっと早めに通してきて、次3号で探ってみます。ボトムまでね、落としてないですね。いあ、なんだろう今の、イカじゃなかった？イカでしたね、イカでしたね。ちょっといいよ、サイズ来ましたよ。はい、ナイスサイズはい、来ました。いいサイズ、400、500ぐらいあるな。今日ね、お気づけセットを持ってきてるんですよ。つけていきます、いただきます。めっちゃおるやん、めっちゃおる、めっちゃおる。ふい、こっちのやつらの方来たね。はいはいはい、お豆ちゃん、サーチですね。ありがとうございます。はい、ありがとう。来ましたよ。あ、来ました、テンションが、お昼から、はい、よろしくお願いしますね。お願いします。はい、ポイント入りました。ヨウズリですね、3号オレキン。うわ、いいのおる、いいのおる、いいのおる。800ぐらいにとのおる。ちょっとステイ長めに、何かのタイミングで多分抱いてくると思うんだよね。どっかのタイミングでちょっとスロー投げてみようかな。ケイムラのスロー、春レベルやな、これサイズは。春のサイズだもん。まあよし、まあよし。あ、でかいでかいでかい、よいしょ。あ、離した、離した、でかかった、でかかった。来て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 る来てる。
よいしょよいしょ、イエスイエスイエス、でかい。ギャフルオンバ、これどうしました。いや見てください皆さん、映りますかね。映るかな。あ、やばい、カンナかかってないじゃんこれ。何いるんだよ。やばい、カンナかかってない。大丈夫大丈夫、危ない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 。あ、やばい、川一枚じゃないそれ。川一、川一。いやちょっとこれ取れんかもね。ギャフルけど、ギャフをかけるときにもしかしたらバレちゃう可能性があるよね。あー、逃げられた。何してるんすか。春のために野球近かったね。いやでもあれ良かったな。こちらですね、今釣れた、釣れたっていうかかかったよ。これこれね、ヨウズリのスロータイプ3.5 号ですね。ケイムラですね。あれっすよね、飛ぶやつっす。そう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 、ロングキャストのスローです。で進行はね、逆にこれ反応しなかった、あんまり。あ、でかいのがスーって寄ってきましたね。あ、やっぱあるんすかね。ね、なんかあったかもね。ちょっとそういうのも考えながら、考えながらっすね、はい、やっていきたいと思います。じゃあまた頑張っていきます。はい、頑張っていきます。です、頑張れるかな。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。とりあえず午前中、前半戦終わったですね。はい、釣ってましたね。釣ってました、ありがとうございます。大きいのもいるって言いましたよ。秋じゃないのか、秋じゃないのか、いたんだもん、いっぱい。僕がかけたのもだって700、800ぐらいあったもんね。あったあれは。まあわざとあれリリースしたんですけどね。らしいよ。あーとか言ったけど、あんなのかかったらーって言ってないですよね。蕎麦屋の前に置いてたのタヌキみたいな金玉出してる。ってことでね、はい、今から夕まずめを迎えるんですが、はい、今日はですね、宿でしょ、はい、うん、お宿にお泊まりになるそうです。車じゃないそうです。ゲストハウス、はい、ハエンカで、ハエンカゼさん、ハエンカゼさんは、うん、なんか2カ所ぐらいあるんですよね。そう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 、うん、今日はね、あのゲストハウスで我々貸し切りっていう形で、ね、そうです、はい、なんか迷惑かけるんで、もう存在自体が、そうです。まず匂いで、もうすごいですから、匂いと、はい、匂いと歯ぎしりがすごいって言われるから、ちょっとすごいのよ、皆さん見てください。塩、わかるかな。塩が頑張ってるんですよ。これもういい紫ですよ、絶対、いい紫です。バケモンやないですか。ということでね、はいはい、では早速ね、中の方に、はい、入ってみましょう。行きたいと思います。こちらが本日ですね。どうも、こんにちは、お邪魔します。お世話になります。お願いします。いらっしゃいますね。ハエンカゼさんのオーナーさんですかね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いつ頃からオープンされてるんですか。あ、はい、去年の8月去年の8月ですね、はい、僕ちょっとネットで見たんですけど、はい、クラウドファンディングで、あ、はい、資金を集めて、はい、リフォームして、はい、やられたっていうことで、はい、そうです。今日実はちょっと僕感銘を受けて来らせていただいたんですよ。ありがとうございます。すごいなと思って。地元なんですか。あの静岡県の熱海なんです。あ、そう、移住してきました。地域おこし協力隊っていう、はいはい、書いてましたね、はい、すごい、静岡から行けるあんたたち。いや、行動力がすごいですね。今日すいません、お世話になります、はい、どうぞ、はい、ありがとうございます。お願いします。見て、広い、広いわよ、広い。いやいや、ここだから。一番は開けましょう。見てください、これね、こっから釣れますよ、うん、いや、それ釣れる。ここだってでもカップルで行きたいよね。そうよね、座りたいよね。それ、どうぞ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 。こっちでしょ。こっちですよ。これすごいいいやん。キッチンとこめちゃめちゃ綺麗なんですよ。ここで南国だっていうのも全然いいですよ。あり、釣りして、持ってきて、あり、さばき、さばいて調理して、そしてこの冷蔵庫も使っていいです。はい、ね、はい、脱衣所ですね。洗濯機もあるやん、広い。釣りとストレス社会、疲れた方はここでね、間違いない、はい、疲れとストレスを解消して、おトイレもね、こちらにあるそうなんでね、綺麗、ほら、ウォシュレットもちゃんとついてます。ついてます。こんな感じでした。はい、こんな感じで、はい、遠風さん、お世話になります。お世話になると思います。お世話になります。お世話になります。お世話になります。うわー、ギャンギャン流れる、どこまでも行く、よいしょ。あー、触ってるね。おい、カトちゃんとケンちゃんに一緒に言わよ。黒くてかっこいいやつ。黒くて、ありがとうございます。はいはいはい、お願いします。会いたいね。